無断変速機または連続可変トランスミッションは、歯車以外の機構を用い変速比を連続的に変化させる動力伝達機構である。多くは、オートバイや自動車用を指すが、それらに限らず、工作機械の軸回転速度を変える機構や、発電機の出力を変える機構などにも広く使われている。この項では、自動車用摩擦式無断変速機を中心に述べ、 摩擦によらない無断変速器についても触れる。変速の原理は摩擦伝達で減速比を連続可変することであり、高効率の鍵は潤滑を維持し、摩擦係数を上げながら摩擦損失と摩耗を減らすことである。潤滑油で濡れた金属管の摩擦係数は0.1程度と低く、自動車への応用には潤滑油、添加剤、金属材料、表面加工、制御システム、 生産管理等、多方面での技術開発が必要とされた。定常時の伝達効率向上には、伝達要素間の摩擦係数を高くする必要がある。一方、変速時には、要素同士を滑らす必要がある。両者は相反する要求であり、潤滑油には特に高い技術が求められた。古くは、摩擦によって大きな力を伝達することが難しいために、 需要トルクの小さい原付自転車や小型自動二輪車に普及した。自動車用でも需要トルクの制限のため小型車から採用され、金属ベルトとプーリカンの摩擦係数を大きくする改良により1990年代後半以降は排気量 2000cc 超の中型車に採用されるようになり、2010年以降は 3500cc。 または 300PS 級の 4W リーにも使われている。日本メーカー車が大半で日本国内向けと北米向け中心に販売されている。欧州向けは AMT が設定されるケースが多く、新興国向けは耐久性と整備性に優れる MT が中心である。そのため輸入車ではごく一部の車種でしか採用例がない。 日本の国土交通省が2013年3月以降、カタログ燃費として義務付けている JC08 モード燃費値では、CVT 搭載車の燃費は、MT やステップ AT 等の他方式に比べて良い、車種が多い。21世紀初頭に自動車用として実用化されている CVT は、ベルト式 CVT、チェーン式 CVT、トロイダル CVT 及び、電力、 機械併用式無段階変速機の4種類に対別できる。ベルト式 CVT は比較的低トルクのエンジンで軽量車に、チェーン式 CVT とトロイダル CVT は高トルクのエンジンまたはハイブリッドの重量車に用いられたが、その後、トロイダル CVT は普及することなく絶滅し、電力、機械併用式無段階変速機は、 開発元のトヨタが広く実装した車もいくつか採用している。変速機そのもので逆回転できないため、更新を行うときは優勢歯車等を組み合わせて逆転する。そのため全身と同等の速度で更新できるが、危険防止のためリミッターで制限される。電力、機械併用式無段階変速機では、電動モーターを逆回転させることにより更新する。 CVT は自動車用自動変速機として実装されるのが普通で一部の土木工事農業車両用静油圧式無断変速機を除いて手動無断変速操作されることはない古典的な無断変速機としては2枚の円盤を直角に組み合わせその円盤の摩擦力により駆動を伝えるフリクションドライブが存在し20世紀初頭から 低地工作機械や小型の自動車やガソリン機関車などに用いられた。構造は簡単で逆転ギアを要さないメリットがあったが、反面で体積が大きく空転による動力損失が多いことから大きな出力を伝達するには適さず、第二次世界大戦以前に廃れた。可変形プーリーとベルトベルトと二つの可変形プーリーを組み合わせ、無段階に変速を行う機構の CVT で、 ベルトの材質や構造で区別される。ゴムベルト式 CVT エンジン側プーリーに内蔵されたウエートローラーという重りが回転数により生じる遠心力の代償でその位置を変えることで小道を変える機構。ゴム製ベルトの張力により駆動を伝える無断変速機は20世紀初頭から存在していたが当初は伝達できるトルクが小さくゴムベルトの耐久性も 不十分であったためスクーターや小型車などの低出力エンジンの車両にしか使用できなかった。自動車でこの方式を本格的に採用した最初はオランダのダフで1958年に発売した小型車ダフ600に自社開発のゴムベルト式無断変速システムバリオマチックを延伸式クラッチと組み合わせ搭載した。ドライブ側のプーリー幅は 内部の遠心ウェイト及び吸気マニホールドの負圧で制御され、ドリブン側はそれには追従する形となっていた。変速機構は、リファレンシャルギアで両輪へ分割された後に置かれるため、現在の一般的なベルト式 CVT のような一つの、ベルトと一体のプーリーという構成ではなく、左右の後輪それぞれに機構が存在する。しかし上述のゴムベルトの弱点の他に、 構造上スペースを大きく取られること、デリケートな変速機構が外部にさらされていることなど課題も多かった。スクーターの駆動方式では現代に至るまでこの手法が主流を占めている。V ベルトには曲げ抵抗と発熱が少なく耐久性の高いコグベルトが用いられる。ホンダ技研工業ではスクーターにおけるゴムベルト式 CVT を V マチックと呼称する。 2007年現在では、ウェイトローラーに代わって、プーリン系を電子制御するマニュアルスイッチ付き CVT も現れており、より柔軟な変速が行える。擬似的に通常のマニュアル式変速機のように操作することもでき、これによりドライバーの意思に反する変速を防ぎ、疑似シフトチェンジを味わえたり、エンジンブレーキを用いたりといったスポーティな運転が可能。 スチールベルト式 CVT、トヨタの小型車用 CVT のカットモデルその後1970年代に、ダフ社出身のオランダ人、ヨーゼフ・ファンドールネが耐久性の高いスチールベルト式 CVT を開発した。最初に採用したのは、ダフを買収したボルボが、オランダ工場で生産した66である。ファンドールネ式 CVT は1980年代以降、 フィアット、ローバーをはじめとした、欧州メーカーや日本の富士重工業のイケイトや、日産の NCVT、トヨタのスーパー CVTI などに採用されて、小型車に普及し CVT の代表的方式となった。ファンドールネ式の CVT ベルトは、強靭な特殊光数枚を重ね合わせて形成したスチールベルトに金属製のコマをはめ込んだものである。 プーリーからの駆動力は隣り合ったコマからコマへの圧力として伝達され、スチールベルトは従属的な位置決めガイドとして動作する。ゴムベルト式 CVT と決定的に違うのは、ベルトの張力ではなくコマを押すことによる押し力により、動力を伝えることである。スチールベルト式 CVT の登場によって、需要トルクは向上したものの、当初はその信頼性や操作性において、 やや難があった。しかしファンドオルネの特許期限が切れて、以降は他メーカーの独自技術開発が一気に進み、さらなる大排気量、大トルクに対応できるようになり、現在の主流となった。日産エクストロニック CVT エクストロニック CVT とは、日産自動車の中容量、スチールベルト式 CVT の商標である。プーリー比を変える油圧を、車速や負荷に応じ微細に、 電子制御するもので単純な油圧制御に比べ CVT の欠点であるドライバビリティの悪さを払拭した。この CVT にはトルクコンバーター式クラッチが組み込まれており、坂道発進や車庫入れなどの微速走行が容易になっている。日産はこのシステムでトルクコンバーター式クラッチの CVT の普及に業界での宣弁をつけ、小排気量のモデルから比較的大排気量の モデルにも CVT を採用する実績を挙げている。ABS の作動を伴い、3速以上のギア比で停止した場合3速に固定されるが、発進してキロ 20km くらいまで加速すると解除される。エクストロニック CVT の商標に変わる前までは、ハイパー CVT の商標で呼ばれていた。なお日産には口述するエクストロイド CVT もあり、 名称が似ているため混同されやすい。なお、デイズシリーズでは、三菱自動車工業のインベックス 3CVT を、副変速着付エクストロニック CVT と呼ぶ。副変速着付 CVT、副変速着付 CVT、ジアトコ JF015E 型副変速着付 CVT とは、日産とジアトコが共同開発した CVT である。この副変速着付 CVT は、 セカンダリープーリーの後に優勢歯車式の副変速機を設置している。この優勢歯車は二足のステップ AT とも言えるもので全身二段の変速機能と後退切り替え機能を共有している。したがって全速度域で見ると無断変速ではなくなったが燃費の改善を優先して採用された。発進時には CVT のプーリー比が最大かつ 副変速機が全身炉で作動し、速度が上がって、プーリー比が小さくなると、全身肺に自動変速すると同時に再度プーリー比を大きくする。これにより従来の CVT に比べて、変速比幅が拡大され、発進加速と高速走行時の燃費の向上が、図られている。しかし、この切り替え時に副変速機と CVT で全く逆の動作が行われるため、 その時の速度、スロットル回路、負荷によっては、双方の切り替えタイミングにズレが生じ、不自然な加速感となることがある。また、全身肺状態から、全身の領域まで減速した場合や、中速域での高負荷走行時には、自動的に全身のへ、シフトダウンを行うため、CVT でありながら、キックダウンは発生する。小型 CVT ユニットは、プーリー系の制約から、 変速比幅が6.0までと狭いため、その改善を目的に開発された。副変速機付け CVT は7速 AT をしのぐ、変速比幅7.3を実現している。この時のバリエータの変速比幅は4であるため、理論上は変速比幅を11程度まで拡大することも可能であるが、そこまで広い可変性はかえって課題となる。このため副変速機装備で生じた。 構造面のマージンは変速ユニット自体の小型化へ振り向けている。変速比幅拡大目的で単純に歯車を追加すると伝達段数が増え伝達効率を悪化させる。そこで j a トコ c o CVT-7 はもともと装備されていた高代用優勢歯車機構に2段変速機を統合し伝達段数を変えずに合理的な機能追加を実現した。 クラッチの数だけを増やし、優勢歯車の数は増えていない。CVT とステップ AT の複合化によって、コストが増えるが、副変速機追加により CVT の変速比を4.1と、通常より小さくしているため、トータルコストは従来通りとメーカーは主張している。小容量なので、軽自動車から 1.5L クラスまでをカバーする。まず用として採用され、2017年2月現在は、 下記の車種に採用されている。乾式複合ベルト式 CVT 鈴木と愛知機械工業が共同開発した無断変速機。ベルト素材はアラミド繊維の新線を特殊耐熱エラストマーで挟み、耐熱ホルノでコーティングしたものである。コマはアルミニウム合金をアラミド繊維と炭素繊維で補強した特殊耐熱樹脂で包んだもの。樹脂素材に 自己潤滑性があるため金属ベルト CVT のようなフルードは不要となっている。動力の接続には電磁クラッチが採用され低速域ではベルト式変速ではなく儀役動となっているのが特徴。ACVT として鈴木とダイハツの軽自動車に採用され小排気量用 CVT として期待されたが、 結局この2社以外での採用例はなくこの CVT を採用した両社とも現在はトルクコンバータを組み合わせた CVT を採用している。発信ギア付き CVT トヨタ自動車とアイシンオータムウィンターが共同開発した無断変速機ダイレクトシフト CVT を名乗る。ベルト駆動は構造上ロー側使用時のパワーロスが大きいが 新たにその領域のみで働く橋場歯車式のギア駆動の機構を追加することで加速時のもたつ機関を大幅に改善。なお、ギアとベルトの切り替えには AT 技術で培った高応答の変速制御技術を採用して変速ショックを大幅に軽減している。また発進時や低速交付加の大きな入力をミアが受け持つことによりベルトの強格化を可能とし、加えて プーリーも小型化して小型軽量化に成功。完成重量の削減効果などで変速速度を20%向上させ CVT 本体側でも従来のネガティブな感触を軽減させている。これらにより2リッタークラスではトップクラスの水準となる変速比幅7.5を実現した。2018年発売のレクサス UX への投入が初出であり、それ以後は 同社のダイナミックフォースエンジンを搭載した一部の車種に投入されている。デュアルモード CVT、ダイハツ工業が単独開発した動力分割機構を備える CVT で DCVT と称される。上実のダイレクトシフト CVT とは名称が似ている上、トヨタとダイハツが完全、親会社の関係ということもあり混同されるが、実際には、 ダイレクトシフト CVT が低速域、DCVT は高速域の工夫である点で全く異なる。発進から中速域までは通常の金属ベルト式 CVT だが高速域に入るとクラッチに接続して動力分割機構にパワーが伝わるスプリットモードへと移行。クラッチ接続直後の動力は金属ベルト6。 動力分割機構4の比率で最も変速比が小さい状態では金属ベルト1、動力分割機構9となる。これにより高速になるほど馬力損失が大きくなるという従来のベルト式での問題を大幅に改善した。この新機構の採用により DCVT の変速比幅は従来品の5.3から7.3へと拡大。最初の採用となった4代目。 タントの巡航燃費は従来モデルに対し、時速 60km 時で12%、時速 100km 時では19%の改善を実現した。チェーンの張力によって2個の可変形プーリー感で動力を伝達する CVT。押し力で作動するスチールベルト式に外観が似て見えるが、力学的には同じく張力で動力を伝達するゴムベルト式に近い。 スチールベルト式よりも低速側、高速側の変速比における伝達効率が良い。またプーリー巻きかけ半径を小さくできるためプーリー系を小型化したり同じ体積で変速比を拡大できる。欠点はピントプーリーが点接触して動力を伝達するため面で接触するスチールベルト式よりもさらに騒音が大きくなりがちなことである。 自動車用としてはスバルが、リニアトロニックと呼ぶ、シェフラーグループのレオック製チェーンを使った CVT を5代目、レガシー、エクシーガの一部グレード、4代目インプレッサ4代目、ホレスター、レボーグ、WRXS4 などに搭載している。過去に、アウディ A4 の FF 車に採用されていた、チェーン式 CVT、マルティトラーニックも、同じくレオック製チェーンを使用している。 なお、いずれも、許容最大トルクは 400NM となっている。このほか、過去に、大手自動変速機メーカーのボルグワーナーが、サイレントチェーン式 CVT を開発した。しかし、鈴木カルタスコンバーチブルに、SCVT という名称で搭載されたのみで、こちらは一般化せずに終わっている。日産のハーフトロイダル CVT。両側のインプットディスクに二つのアウトプットディスクが、 挟まれており、中央の歯車を介して、プロペラシャフト側へ出力する、フリクションドライブを高度に発展させた形態である。入力軸につながった円盤と出力軸につながった、同形状の円盤を向かい合わせ、各ディスクの間には、複数の天輪の外周部分が強い力で挟まれて、動力を伝達する。パワーローラーの傾斜角を変化させるとそれに応じて2枚の、 リスクの回転数の比も変化し、可変変速比が得られる。着想自体は古くから存在したが、非常に高い圧力下で摩擦と潤滑を両立させての精密作動が要求されるため、実用化は極めて困難であった。実用化に至った事例では、日産がジアトコトランステクノロジー、日本製鋼、井出光興産と共に開発、 1999年に発表したハーフトロイダル式とイギリスのトロトラックが三つ広成功と共に開発し2003年に発表したフルトロイダル式とがある。両者の違いは入り、出力ディスクの形状とそれに挟まれたパワーローラーの接し方であり、フルトロイダルではくぼみのあるディスクでパワーローラーを挟み込むのに対し、ハーフトロイダルでは ロート状のディスクにパワーローラーを押し当てて駆動する。フルトロイダル式は線で接する円盤系パワーローラーを用いており、ローラーの厚みの分だけそれぞれのディスクに接する位置が異なって半径に差ができるため、強制スリップの発生は避けられない。対するハーフトロイダル式は、ほぼ点で接する球形パワーローラーの伝達効率が高く、スピンロスもほとんど発生せず、 理想に近いとされる。一方で、ハーフトロイダル式は、パワーローラーを常に強い力で押し付け続けなければ、ならず、時空受け部でのトルク損失が大きいため、両方式の効率は、ほぼ同等と考えられる。しかしフルトロイダル CVT は製品化されず、ハーフトロイダル CVT も有望視されながら、コスト面の課題から自動車用としては、生産を終了している。 自動車以外の用途では固定翼紹介機 P-1 に搭載される川崎重工業ガスタービン機械カンパニー製の一定周波数発電装置 T1 に使用されている実用化にあたっては高圧化において高粘度化するトラクションオイルを開始動力を伝達するというトラクションドライブ形式となったトラクションドライブ自体は産業機械で減速機などに用いられている 自動車関連では、後付けの延伸式スーパーチャージャーの増速機に用いられている。トラクションオイルはその特性から一般的な車両用オイルとは元油の分子構造から異なるため、専用品以外は使用できない。日産、エクストロイド CVT 日産が、ジアトコ、NSK、イデミツコーさんと共に開発した、ハーフトロイダル式 CVT、 NSK がローラーと軸受けの開発に成功し、イ出光,光さんが高圧下での先端力と潤滑、冷却力を兼ね備えた新機構潤滑油を開発、ジアトコがトランスミッションとして組み上げた。日産はこのトロイダル CVT をエクストロイド CVT と名付け、高出力エンジン向けとして1999年に206、 キロワット 387NM の VQ30、デッドを搭載した Y34 型、セドリック、グロリアに採用し、販売、世界初のトロイダル CVT 搭載市販車となった。2002年には8段変速マニュアルモードを加えて、V35 型スカイラインに搭載し、スカイライン 350GT-8 として、販売している。 しかしエクストロイド CVT 搭載車は同じ車種の通常型 AT 搭載車より価格が約50万円高い上に故障も多く修理費も100万円を超える高額となることから2005年にすべての生産が終了した。生産終了後、日産はエクストロイド CVT の技術をメルセデス・ベンツに提供している。なお発信、クリープ用として ロックアップ付けトルクコンバータを介している点などは一般的なベルト式 CVT と変わらない。鉄道車両や船舶などにおいて電動機が停止状態から強力な駆動トルクを発生させることや電気的回路による制御が容易な特徴を利用し動力源から最終出力部までの間に発電機と電動機を介在させトルクと回転数を制御するシステム。 原動力がディーゼルエンジンの場合はディーゼルエレクトリック、ガソリンエンジンの場合はガスエレクトリック、蒸気タービンやガスタービンの場合はターボエレクトリックと呼ばれる。講義の無断変速機構ではあるが、いわゆる変速機にあたるものは基本的には不要である。ただし、モーター特性を活かすために変速機構を設ける場合もある。鉄道車両の場合は 電気機関車や電車と同様、ほとんどの場合減速機は一段固定である。トルクコンバータを用いた液体式変速機が未熟だった1930年代から総括制御も可能なディーゼル機関車や機動車の変速システムとして各国で広く利用され、世界的にはディーゼル機関車の動力伝達システムの主流である。また船舶においては、 スクリュープロペラを駆動する動力としては、高回転すぎた初期の蒸気タービン動力の原則、伝達手段として、アメリカ合衆国海軍の軍艦やヨーロッパの一部の商船などで用いられた。WW2 のドイツにおいては、VK4501、いわゆるポルシェティガー、さらにはそれを流用したエレファント重駆逐戦車においても採用された。現代でも、 フランス海軍の原子力潜水艦や各国海軍の統合電気推進技術として現役であり、今後も発展が予定されている。直流発電機の重量ゆえ、日本では全路規格に対して軸重が課題となり、国鉄 DF50 型が短期完了産された以外は、ごく少数の採用に止まっていたが、年代以降、ヨーロッパではブラシレス交流発電機、 可変電圧可変周波数制御、誘導電動機の組み合わせにより、体積や重量も軽減されたディーゼル機関車が出現、かつての欠点が克服されるようになった。液体式変速機のような多大な部品点数や手間のかかる整備の必要もなく、国鉄分割民営化後には、日本国内でもメリットが十分享受できるとして、DF200 型にこのシステムが採用され、 電車向けの技術蓄積、部品、メンテナンス体制が流用できるとして、各 JR 旅客鉄道向け軌道車にも採用が進みつつある。鉱山用の超型ダンプカーやフォークリフトなど、少数ながら自動車にも採用例がある。モーターのみで駆動する点から、シリーズハイブリッドとも混同されることも多いが、バッテリー等のベッドのエネルギー源は存在しないため、ハイブリッドとはなり得ず、 形式としては区別される。自動車用においては、日産自動車の e いパワーがシリーズハイブリッドとして量産されているが、ガスエレクトリック方式とは一般的には扱われない。バッテリーの有無以外にもエレクトリック方式では、モーター出力に対して相応の出力のエンジンが必要となるが、シリーズハイブリッドでは、モーター出力よりも低い出力のエンジンでも、 成立するなどの違いがある。鉄道や船舶で示されたように、多発それも各々の出力、特性の異なる動力源から受け取った電力を各駆動輪を含む各所に任意に配分することで、大規模、複雑な制御や各動力源の一部停止と最適運転による燃費低減が鉄道、船舶規模から自動車規模まで容易に実現でき、それを 発動発電機プラス2次電池と駆動モーター、照明空調等間でいったのが前述のシリーズハイブリッドとなる。プリウスをはじめとする、トヨタ自動車のハイブリッドカーに搭載されている、トヨタハイブリッドシステム、およびそのマツダ向けライセンス版であるスカイアクティブ。ハイブリッドは ECVT、またはイケイトと呼ばれ、それぞれの商標名はトヨタが、エレクトロシフトマジック、マツダが、 エレクトリックシフトである。変速機としての THS は、エンジンを効率の良い回転数に保って、ハイブリッド走行するための動力分割機構に付随する変速機能であり、機械駆動のみでの発進、変速、停止はできず、必ず電力駆動と併用しなければ機能しない。変速機は、機械的には一段の優勢歯車のみであり、 3ギアの発電機とリングギアの電動機の回転数を同時に変化させることで、プラネタリーキャリアから見た変速比を連続可変にしている。通常の優勢歯車機構は3軸のうち、1つを固定し、残りの2つを入力と出力にして固定歯車比で使い、組み合わせを変えて3つの固定歯車比を作る。これに対し THS では、 入出力軸の切り替えをしない代わりに3軸全てを回転させることもできるため無断変速機となる。エンジンはプラネタリーキャリアに、発電機は3ギアに、車輪はリングギアおよび駆動用モーターにそれぞれ接続されている。さらに無断を変速機にできる前提は、例えば発電機を無負荷で空回りさせることができるなど、車輪の回転数にかかわらず発電機の負荷を自由に、 設定できることにある。これで、プラネタリーキャリアを停止して、他の2軸を動かせば、EV モードになり、エンジンの ON オフに関わらず発進停止が可能となる。歯車比は一定で、M1 と M2 は逆回転で互いに比例的に増速する。M2 は無負荷状態とすることで、M1 だけが回っているのと同じ状態を作り出せる。 ハイブリッド走行では三軸すべてが動き出す。同じ走行速度でプラネタリーキャリアを回しエンジンを起動すれば M2 の回転数が低下するか、場合によってエンジンと逆転する。M2 が負荷を吸収して発電する。さらに車を加速させるとエンジン回転数をほぼ一定に保ったまま、やはり M1 と M2 が比例的に増加する。すなわちエンジンから見れば、 無断変速していることになる。ハイブリッド走行時にエンジンから機械的に車輪に伝達される、駆動力はほぼ一定で、負荷変動分は M2 経由で M1 に伝達される。M2 の電気的負荷を変化させながら、3ギアの回転数を制御することで、プラネタリキャリアからの見かけの変速比が連続的に変化する原理であり、発電機、エンジン、モーターの回転数は強線図上では、 直線で表される。機械的な歯車比は変化しないため、初元表には変速比が記載されていない。走行の際は、下記のように制御する。2代目プリウスまでに搭載されていた第1世代の THS および THS2 では、動力分割機構のリングギアに直接モーターが接続されていたため、M1 に強いトルクが要求された。その後のハリアークルーガー、 三代目プリウスアクアなどは電圧をさらに上げた上でモーターを小型高回転化した。これによりトルクは低下したものの M1 の回転を優勢歯車固定減速機で減速して動力分割機構のリングギアに伝えるリダクション機構付け THS2 とし、結果的に M1 の出力は向上、ハイブリッドシステムも軽量化した。二千十三年以降は こちらが主流となっている。2015年12月に発売された4代目プリウスでは、リダクション機構が優勢歯車から平行軸ギアに変更された。これにより、トランスアクスルの全長短縮及び減速機構における損失低減がなされたが、故障はリダクション機構付け THS2 のままである。車両総重量が大きく最高速度も高い。 クラウンレクサス GSLS といった FR 用のリダクション機構を付け THS2 では動力分割機構のリングニア後のリダクション機構を2段変速とすることでモーター出力の変速比幅を拡大している。2017年に発売された LC500H では THS2 からの出力を4段ギアにて変速するマルチステージハイブリッドが採用された。これにより 疑似的な充断変速を可能とし、従来の THS に欠けていたエンジン回転と同調したダイレクトな運転感覚を実現している。シャバンによってストロークするピストン、正油圧式無断変速機、または単に HST とも呼ばれ、エンジンで油圧ポンプを駆動して発生させた油圧を油圧モーターで再び回転力に変換する方式。 油圧ポンプのピストンの作動ストロークをそのピストンに接する、車番の角度を変化させることによって、作動油の流量を連続的に増減させて、速度の調節を行う。操作レバーで車番の角度を操作することによって、静点、停止、逆転まで、無断変速で制御することができる上、車番を中立にすると、ピストンのストロークが停止し、 その状態では、出力軸から入力軸にタイヤなどからの回転力が逆方向に、伝達されずにブレーキをかけたのと同じ効果を生むなど、変速機としての操作性は高い。しかし、ベルト式 CVT に比較すると伝達効率が悪く、手荒に操作すると加減速のショックが大きいほか、油圧作動油が内部の潤滑と冷却も同時に担うために常に、 一定以上のエンジン回転数を保たなければならないという欠点がある。また、HST を備えた濃厚用トラクタでは牽引作業には向かないとされている。一般的にはギアによる副変速器を別に備えて作業に適する回転速度を得るが使用速度域が狭い場合は副変速器を省略することもできる。油圧ポンプと 油圧モーターを一体としてコンパクトに設計することができる他に、それぞれを油圧ホースで接続して離れた場所に設置することも可能であり、設計自由度が大きくスペース効率にも優れる。また、静油圧式無断変速機が伝達できる動力の大きさは内部での油圧に制限され、過大なトルクが加わると、 リリーフバルブで油圧をバイパスすることによって変速機の破損を防いでいる。静油圧式無断変速機は、メルセデスベンツウニモグ UX100 に使われているほか、無限起動式を含む建設機械、雪上車、ラフテレーンクレーン、除雪車など、農業機械ではほぼ全てのコンバイン、芝刈り用途などの牽引力をそれほど要求されない、トラクター、乗用タウ液など、 もともと作業用に油圧装置を備えていて低速な車両に採用例が多い。また常用型の芝刈り機や歩行型の除雪機など小型の機械にも一般的に採用されるようになった。走行用変速機ではないが鉄道車両ではディーゼル機関車や一部の機動車、客室冷暖房と厨房調理機器などのサービス電源用発電機に 内燃期間を備える電源車のラジエーターファンに、性油圧駆動を用いているものが多い。油圧機械式無断変速機は、HMT とも呼ばれ、駆動する動力のすべてを一旦油圧に変換する、HST とは異なり、何かしらの機械的な伝達も同時に行う。HST よりも高効率を狙えるが、油圧以外の伝達経路が必要となるため設計の自由度は下がる。 HMT 方式は大きく分けてると、優勢歯車と HST を組み合わせる方式と、流体の半トルクによる伝達と油圧伝達を組み合わせた方式の二つに分けられる。優勢歯車機構を用いる方式の一例としては、3ギアを入力軸、プラネタリギアを出力軸とし、リングギアの回転を、 HST で無段階にコントロールすることによって、自在に減速比を制御することができ、HST の無段変速のメリットを活かしつつも、変速機全体での伝達効率を高めることが可能となる。この組み合わせはあくまで一例であり、どのギアをどの要素に使うかは、設計によって異なるが HST と優勢歯車機構の関係から2つの方式。 すなわち優勢歯車機構からの出力を HST へ入力する入力分割型と HST からの出力を優勢歯車に入力する出力分割型に分けられる。前述の例で言えば、リングギアが HST に入力しているなら入力分割型となり、HST より出力を受けていれば出力分割型となる。一般的に、 低速運用では出力分割型、高速運用では入力分割型が効率が良いと、されそれぞれに一長一短がある。優勢歯車機構を用いた HMT は既存の HST の技術やポンプ、モーターを流用することもでき、さらに機械伝達も行うため、同規模の HST よりもポンプ、モーターを小型化も可能となる。 大きなトルクにも対応しやすいため重量のある車両に用いられることが多い。反面、機構として大掛かりとなるためサイズや重量、コストなどに制限がある用途ではあまり用いられない。また優勢歯車機構による損失が存在する。優勢歯車機構を用いない方式は、流体の反トルク作用による伝達と油圧よるトルク伝達を合成して出力する。 工述のホンダの HMT などはこちらに属する。一般的な形態においては、ポンプ、モーターは、車ン式のアキシャルピストンとなりモーターもしくは、ポンプ側のどちらかの車番角度を変更することで、可変容量としている。この容量を可変することで、変速比を可変させる。ポンプとモーターは、同軸上、または同円周上に配されポンプ。 モーター両ピストンのシリンダーは一体化した形状として入力軸もしくは出力軸につながる。歯車等がないため機械的な伝達はイメージしにくいがエンジンから入力され回転するシャバンがポンプのピストンを押そうとした場合流体を介してモーターからの反トルクがあるためピストンは容易に動かない。しかしシャバンから入力されるためピストンを押す以外に ピストンンをを覆ううシリンダーを回そうとすするる。力も発生するこのシリンダーを回した分の力は油圧を発生せずに出力軸へ伝達されるため機械的な伝達として扱われる。そしてピストンが押されたことで生じた油圧でモーターに伝達される力が油圧伝達となる。可変容量の容量が大きい場合は油圧伝達の割合が大きくなり変速比も大きくなる。 容量がゼロとなった場合は、オイルの移動はなくなり回転が動き、機械的な伝達のみの直結となる。ただし直結時においても、高圧作動油のオイルリークや修道部のフリクションなど、いくつかの損失が生じる。このため後日のホンダ 1FT では、ピストン室への高圧色を遮断することで、ロックアップしている。歯車機構がなく、サイズ、重量、 コストなどの面で有利であり軽量コンパクトに仕上げられるために輪車といったサイズと重量に制限のある用途にも採用可能となる。一方で大きな出力に対応するにはサイズや製造コストが肥大化しやすくあまり適さない。その他、構造上単独では回転出力を逆転することができないなどのデメリットもある。ホンダでは1962年には イタリア・バダリーニ社の特許をベースに、HMT となる、HRD を採用した革新的なスクーター、ジュノーで量産化。この原理を独自に発展させ、二輪車用に、小型、高圧化したものを開発、HFT と名付け自社のモトクロス RC250MA に採用し参戦2年目に当たる1991年に、モトクロス全日本選手権で、 シリーズチャンピオンを獲得している。2001年には ATV と呼ばれる四輪バギーでホンダマチックという商標のこの CVT 機構をアメリカで量産者に採用。さらに世界初のロックアップ機構を備えて商標を HFT とし2008年3月7日発売の DN-01 に搭載した。農業機械においてはヤンマーが2002年に HST と優勢歯車機構と組み合わせた HMT を実用化、同社の常用タウエキ VP シリーズに先行搭載され、2005年にはトラクター EG700 シリーズにも搭載したがこれは100馬力以下のトラクターとしては世界初としている。その後も2009年には小型、軽量、高効率化を目指した改良型の IHMT をトラクター、 EG400 シリーズに先行搭載、後にそれ以外のトラクターにも順次搭載され、常用タウ植キ、RG シリーズにも順次搭載された。この iHMT を搭載したトランスミッションには、優勢歯車機構も含まれているが、油圧ポンプ、モーター自体は、構造は異なるもののホンダの HMT と同様で、単独で作動油の半トルクにより、機械的な伝達も行うものとなる。 日本国外では、マッセイ・ファーガソン社のトラクタのトランスミッションに、ダイナ VT という名称で搭載されている。特殊な用途として、陸上自衛隊の重式戦車に採用されている。方式としては、合成部が出力側に配置される出力分割型となる。優勢歯車機構は、プラネタリギアが出力、リングギアが HST からの入力を受け、 サンギアがエンジンよりの入力を受けるが直接ではなく三段変速機構を介することで広い変速比幅を確保している。これによりエンジンを出力の大きい回転数付近で使用できるため原油戦車に比べてエンジンが小型になったにもかかわらず運動性は向上しているとされる。トルクコンバーターは自動車において各種 AT 及び CVT と組み合わせて使用されるが、トルクコンバーター自体も、抗義の CVT としての性質を持つ。鉄道車両においては、液体式変速機として、トルクコンバーターが利用される。旧型の機動車などでは、多段変速機を持たず、広い速度範囲で変速する、トルクコンバーターに依存する場合がある。湿式クラッチを内蔵した、無断変速機であり、発進時に、 自動で動力の伝達が行われる。しかし、この方式は変速機にかかる負荷が大きく、使用環境にもよるが、新車から数万キロメートルで、ジャダー現象が多発するなどして、搭載車種は減少傾向にある。特にホンダのフィットやモビリを、スズキパレットなどで多数報告されている。初期のベルト式 CVT 車両には、発進、停止時の動力断続に、 延伸式や電磁式の自動クラッチが使われていた。これにより、トルクコンバータ式におけるクリープ現象のデメリットを排除できるという特徴が生じた。しかし流体継ぎ手やトルクコンバータを使用しない代償として、クリープ現象のメリットも失われ、これらの自動クラッチには、マニュアルトランスミッション車の運転技術である、ハンクラッチに相当する、機能、機構を必要とした。 クリープ現象を伴わないタイプのクラッチを持つ CVT 車はことに発信時繊細なアクセル操作を行わなければギクシャクして円滑さに欠ける車両挙動を示した。富士重工業ではより滑らかな作動を求めオランダの VDT 車との共同開発で密閉容器内の鉄粉の流動性を磁力でコントロールする電子制御式電磁クラッチを使う。 イケイトを開発したが、それでもこの問題の解決には至らなかった。富士重工の初期のイケイト社では、特に商用モデルでの過負荷状態で電磁クラッチを破損させる事態が品質し、クレーム扱いの保証修理を多発させてもいる。ホンダ技研工業は変速機の出力側に、湿式多板クラッチを配置し、これを電子制御することで、 疑似クリープ現象を得るというシステムを開発したが、同社の独自技術で広く普及するまでには至らなかった。自動クラッチ式は普及せず、1990年代後半以降は、発進・停止時の動力断続をロックアップ付けのトルクコンバータに委ねる手法が主流になった。トルクコンバータを採用することで、クリープ現象を得ることができ、同じくトルクコンバータを採用するとの、 オートマチックトランスミッション車に運転感覚が近づいた。クリープ現象を得ることに着目すれば流体継ぎ手でもこと足りるが、トルクコンバーターにはスリップ時のトルク増幅作用があり、スターティングデバイスとしてのメリットが大きい。トルク増幅作用を前提とすることで発進に必要な駆動力を発生するためのトランスミッションの最大変速比を小さくすることができる。 ギアレシオをハイレシオ化することで、巡航時のエンジン回転数を低くすることができ、低燃費化に有効である。ただし小型自動二輪車では、遠心式自動クラッチが今日でも常用されている。ベルト式 CVT では、プーリー回転数が高い高速走行時に、遠心力により、ベルトとプーリーの密着力が低下する。これを防ぐために、大きな油圧が必要となり、 高速一気で伝達効率が低下する問題がある。例として、日産マイクラ系13型の場合、欧州複合モード燃費において、MT65.7MPG、CVT56.5MPG となり、MT の方が14%交渉燃費が良い。日本の JC08 モードと比較し、欧州複合モードは一定負荷の連続運転や、高速度の比重が多く、 燃費に影響しやすい。この問題の対策としては、2006年に入力側で減速する CVT、2009年には副変速機によって変速比幅7.3を実現するなどの改良があり、2018年には発進時に直結ギアを用いる方式、2019年には高速域において CVT と直結ギアを併用する方式で、 高速域の伝達効率を8%向上するなど多様な改良が行われている。技術的共通点としては発進加速あるいは高速走行時の効率を両方改善するには CVT 単独では限界があり直結ギアの補助あるいは動力分割機構によって CVT の変速比幅やトルク容量を無理のない範囲に抑える点にあると言える。一方で 補助的な機構を使用しない CVT 本体の高効率化も続いており金属ベルト式で最高80%台の伝達効率であったものが2021年現在ではチェーン式で90%まで改善されている。ありがとうございます。